奥ね。何？奥。決めて、山本さんも決めて、高橋さんも決めてよ。ライドご飯。ライドご飯の時間がやってきました。イエイ。はい、今回はですね、愛知県の瀬戸市までやってきました。はい。この何神社って言うんでしたっけ？深川神社。はい、この深川神社の前にあるこう参道というんですかね。こんな感じの参道があるんですけども、その先にあるうなぎ屋さん、田代さんにやってきました。取れました。はい、はい、めっちゃ楽しいねえ。はい、すでにもういい香りがしてますね。してきています。はい、ということで行きましょう。 GO！久しぶりです。久しぶり、うん、すごい今日は朝が早かって一日長いね、うん、でも楽しみ。さあ、餃子になります。どうぞ。はい、すいません。お仕事待ち、お気をつけください。どうぞ。お待たせしました。めちゃくちゃうまい。タレがすごい。真ん中。
な。涙がね。これはまた行くパターンだから申し訳ない。あいつめえって。ごめんなさい。これはまた行く。今楽じゃない。仕事の時はいつも行く。できました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、うまかったですね。美味しかったね。びっくりした、本当に。前、食べた時よりも今回の方がさらに美味しく感じたという。私もです、なんかすごくこう身の、柔らかさが今回の方がすごく増していたのと、メロンジーとも言ってたタレのね、ちょっとこう焦げた感じと甘い感じとその濃い感じっていうのがすごいよね、押し寄せてくる。本当に深い味わいでしたね、タレが。でも誰が作ったかわからないって言われてましたけど、あのタレを。あ、そうなの、もうそれぐらい昔の。あ、もう継ぎ足して継ぎ足して。そう、やっぱりこう、うなぎのタレってね、継ぎ足して継ぎ足して作るっていう通り、もういつから始まってるかわからないぐらい古いとおっしゃってましたね。なるほど。一応普段は80年ぐらいっておっしゃってるらしいんですけども100年ぐらいは行ってると思うっていう話をされてました。そうなんだ。あのタレを作ってる人ってすごいですよねって。逆にあのご主人がこのタレを考えた人すごいねっていうふうに言うぐらい、ご主人もその受け継いだ味をそのままこう継承されてるそうなんですけども。なるほどね。びっくりしましたね。びっくりしたね。とにかく本当に。とにかくここは、さばいてらっしゃる、あれをこう目の前で見るっていうところからこうスタートっていうの。いや、あれがすごいですね。あれがすごかったね。で、自分たちは今回土曜日の訪問なんですけども、朝の7時過ぎに着いて、で11時に入れたって感じで。そうです。もう8時40分ぐらいには、もうその日のうなぎは売り切れというような感じでした。でご主人おっしゃるには、平日は8時ぐらいからお店の方にいるとのことでしたけども、土日に関しては7時前から、だいたいいるみたいな。であと電話では予約はしてなくて、直接来られた方を、来られた方だけの予約っていうようなことをおっしゃってました。なんていうのか、もう待っても全然後悔してないぐらい自分は本当に、いや今回もびっくりしましたね。美味しかったですね。素晴らしかったですよ。なんかでもやっぱりね、そのまた来たくなる魅力っていうのは本当にあるお店なんで。そうですね。この時期外れの、うなぎなんですけども、もう本当にどん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 人が押し寄せてくるような、本当に超人気の。そう、いや私たちが7時ぐらいだったから、
いや、割とこう一番乗りかと思いきや、もう先に食べてらっしゃる方がもうね、先に9組の方がいらっしゃったということでした。マジ自分たちが7時過ぎに行った時にはもうすでに9組いらっしゃったとおっしゃってましたよ。素晴らしい。いやということで、いやすごい、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。